はい、コツの趣味部屋へようこそ。今回もね、ちょっとフィギュア紹介をしていきたいと思います。前回予告したやつとは違うんですけれどもね。はい、ちょっと一番くじやってるのご存知ですかね。ドラゴンボールのね、親子カメハメハの、フィギュアが当たる一番くじ、あれをやってたんですけど、多分これをアップするときは、2日後ぐらいになると思うかな。今ちょっとね、パソコンの調子が悪くてね、皆さんにお返事とはね、コメント返しができてないんですよね。今ちょっと修理に出してて、明日というかね、月曜日受け取るんで、だから月曜日アップしてると思うんだよね今。ということでね、その前日に今撮ってます。はい、ということなんでね、ちょっとコメント返ってこねえなって思ってたら、ちょっとそこら辺のご了承いただきたいなと思います。ほんと調子悪くてね、ネットに接続できなくなっちゃってね。なんとか今修理出して、明日治る予定なんでね、取りに行ってきますけれども、それはそうと、その一番くじなんですけれども、一番くじ、実際ね、当日、やりに行ったんですよね。やりに行ったんですけど、状況を見て的な感じで行ったんですよね。A 賞が今回4つなんですよね。親子カメハメハ、いやこれめっちゃいいじゃんと思って、で結構引かれちゃうんじゃねえかなと思って、速攻なくなっちゃうんじゃないかなと思ってね、いろいろ近所とかもあったんですけどね、もうほとんど引かれてなかったですね。結構風呂にある状態ばっかで、いやこれは手つけらんねえなっていうんでね、ちょっと様子を見るっていうことには決まったんですけど、でもいい、せっかくねちょっと行ったんでね、一回だけ引こうかなと思ってね、もしかしたら神引きできるかもしれないということで、実はね、もう引きに行きました。はい、一回だけね、ちょっと運試し的な感じで、はい。で、それの、結果をね、ちょっとご報告したいと思います。ではね、どっか行っちゃったな。少々お待ちください。はい、それでですね、一回引きました。はい、ちょっと残数がちょっとわからないかったんですよね。ちょっとヨドバシで引いたんですけど、ヨドバシねあんまオープンにしてないんですよね。何が残ってるかとか全然わからなくて、とりあえず一回ちょっと引こうかなと思ってそこで引いたんですけれども、ピリピリっとね、めくりましたところ、なんとですね、本当皆さんこれ期待通りというかね、はい、じゃんということで、はい、D 賞色紙ということでね、もう勘弁して、いやもう本当くじうめえな。いやこの上のね、C 賞も良かったんですよ。アートプレートっつうかね、ちっちゃいんですけど、アートプレートあれが良かったなと思って、一番ちょっと色紙いらねえなと思ったんですけどね、案の定一番最下位の色紙です。いやこれは参ったなと思ってね。でも多分結構フルに近い状態であったんじゃないかな。一応ね、くじ引くときに見たんですけどね、結構束どっさり入ってたんでね、多分引かれてないんだろうね。で B 賞がマグカップなんでね、ビッグマグカップっつってね、白と黒1個ずつしかないっていうね、そっちの方がレアっていうね、レアアソートじゃんと思ったんですけどね、それも欲しかったんですよ。何気に B 賞もあれ、いろいろねラーメン入れて食えんじゃねえかぐらいのレベルの大きさですよね。あれいいなと思ってね。とりあえずね、しょうがないんでね、だから色紙もね、もうオープンしちゃったんですけど、このいろいろ色紙いろいろあるんですよね、種類がね。
まあ、一番欲しいのはこのスーパーサイヤ4かなと思ってね。スーパーサイヤ4かこの親子、うん、この2つが一番欲しいかなっていうのでね、うん、とりあえずめくりましたじゃなくて、開封したんですよね。その結果がですね、こちらになります。じゃじゃんと、はい、まあ悪くはないんですよね、うん、ちょうどね、ピッコロと悟空がラディッツのところに向かうところですね、うん、いやこれいいよね、なかなかいいと思いますよ、うん、ということでね、一番くじ、ちょっとまたね、いや全部ね絶対欲しいんですよ、あの親子カメハメハは。なのでちょっと様子を見てね、引きたいと思います。またね、まあ引けなかったら、まあまたメルカリとかね、ヤフオクで買おうかなって思ってます。はい、なので絶対手に入れると思います、あれは、うん、ということでね、じゃあ次のコーナー行きましょう。コーナーとかないからね、ついでにヨドバシ行った時にね、ガチャガチャだったんですよね。まあ皆さんも分かってるかと思いますけれども、UG 新しいね、UG 出ましたね。あちらはね、アルティメットグレードのね、08ということでね、出ました。あれをね、4種類ですよね、全4種類で一応コンプリート、このシリーズは全部コンプリートしてるんでね、コンプリートを目指して、やろうかなと思ってね、回してきました。はい。その結果をね、合わせて、ご紹介したいと思います。ということでね、まず1個目、ガチャガチャと、あれ500円なんですよね。だからちょっとダブったらちょっときついなと思ってね、もうお願いを込めて回しました。で、ガチャガチャって回して、ポンって出ました。まあ、大体ここら辺でな、まあ、分かりますよね。はい。じゃあ、ちょっと開けてみましょう。よいしょ。はい。はい。身勝手の極意。悟空です。いや、これはね、欲しかったんでね。いや、よかったと思ってね。まあ、よかったもん、その、1回目なんでね。もうダブることないんですけどね。まあラインナップはこうですね。はい。うん、で、兆しもあるし、ゴジータ、ジレン。ここでなんでね、ゴジータがラインナップされてるのかわかりませんけどね。これは邪念馬戦の時のね、ゴジータですよね。うん、はい。ということで、1個目は、身勝手の極意でした。はい。で、2回目ね、回しましたよ。ガチャガチャっとね、回しました結果、こちらですね。はい。じゃじゃちゃんとね、はい。まだわかりませんかね。はい。あれっとね、あれっと、あれっと思ったんですよね。はい。はい、ちょっとあれこうか、よいしょっとね、はーい、いや危ねえと思ってね、うわ兆しだよ、よかったと思ってね、ちょっと道着一緒だからちょっとやっちまったと思って、いきなりねダブったと思ったんだけど、いやよかったと思ってね、はい、いやこれはとりあえずダブらずにね、よかったな、いきなりダブったらもう致命的だからね。こっからですよ、もう次の1回目でもうちょっと、うん、決まっちゃうかなって感じだよね。もうダブる確率が2分の1なんで、で、回しました結果です。はい、ガチャコンとね、はい、回しましたガン、はい、出ましたガン、出てました。まあ、この行為は全然関係ないですよ。自分がやりたくてやってるんですけど。はい、出た、ゴジータ。ゴジータ、よかっ
たダブってねと思ってね。いやほんとよかった、あーぶねーと思ってね。で3回やったんですよ。3回やってちょっとカプセルがねもうほとんどなかったんですよね、中身が。で見たら、ジレンがなかったんですよあのラストあとジレンで座るんだけど、ちょっとジレンがなかったんですよ、なのでね、3回止まりにしました。はい。ということでね、あのジレンはねちょっとねどうしようかなと思って、メルカリで買うか、ヤフオクで買うか、まあ、もしくは、リサイクルショップで買うか悩んでるんですけどね。うん、まあ、ガチャガチャは多分絶対もうこれもうダブルからできないですよね、冒険は。はい、ということでねちょっと全部組み立ててみましょうね。はいはい、では組み立て終わりました。見ていきましょう。はい、まずは、ゴジータ。はい。うん。やっぱね、このシリーズでき いよね。ちっちゃいのにさ。いやー、すっげーいいわ、出来が。いいね。こう、もう髪の毛がね、メタリッククリアみたいな感じで出てきてますね。ちょっとね髪の毛が痛いぐらい尖ってますね、刺さる。いやーこれはいい、かっこいい。いいね、天使の輪っかもあるしね。はい、でゴジータ。はい、で、続いてが、兆し。はい、めっちゃかっこいいよね。コーミットすっげえかっこいいわ。ここのね髪の毛がねブラックメタリックみたいなのよ。なんか、メタリック塗装されてるんですよね。すっげえかっこいいんですよねこれが、うん、いやめっちゃいいわ、うん、あとねこれ個体差なんだろうね、あの色のはみ出しとかね結構あるみたいですね皆さんね。自分のもね、あの若干ちょっと目のところがね眉毛にかかってるんですよね、色がね。あとね、まあ、ちょっとここら辺に塗装の、ね、はみ出しがありますね、黒い点、シミが、はい、うん、ここら辺はねもうしょうがないのかな、うん、まあここら辺はねもうしょうがない、目をつぶるしかない。で、身勝手の極意の方ですね。はい、かっこいいねやっぱね。これはねほんと透明パホワイトメタリックみたいな感じでね、あのまたクリアパーツですね、うん、まあ、ここら辺もね、まあ特にここら辺はここにも若干ちょっと黒い締め点があるけど、で、あとね、こう目は別にいいんですけど、ここにね、黒い点があるんですよ、髪の毛に。やっぱすごいね、これね、色のなんか飛び散りとかムラつうかね、そういうのがやっぱ多いね、これはね。綺麗なものってあんまそうそうないのかなっていうのはありますね。これもしょうがないのかな。まあね、こんなの言ってたらキリがないし、これでね、お客さんのサポートセンターに電話したらクレーマーだと思われちゃうからね、うん、神経質すぎんだろって言われちゃうから、まあ、別に自分はいいんですけどね、うん、いやかっこいいわ、うん、はい、ということでね、あとはジレンだな。ジレンどうすっかな。うん、まあ、とりあえず、まあ、今回はこんな感じでしたね。うん、まあ、一番くじの方もね、あの親子カメハメハは絶対ゲットするんでね、それは手に入り次第、紹介します。あとね、海外のガレージキットの方もね、届き次第、
開封しますんでね、ぜひこの機会にチャンネル登録、またはねいいね、グッドボタン、ね、押してください。コメントもね、本当ね、パソコンがね、治りましたらね、本当自分は必ず返せますんでね、そこは、ご理解ください。はい、では、今日はこの辺でご視聴どうもありがとうございました。